はい、こんにちは、藤井です。今回ご紹介するのはこちらのボアラというツールです。これ何かというと、日常の文章作成の作業を劇的に変える最先端の AI 手動のブラウザ拡張機能ですね。で、今、私のこの Google Chrome にインストールをしているんですけども、こちら何ができるのかというと、これは答えは文章の作成に関わる何でもできます。例えば こちら見てみるとですね、例えばブログを書くとか、あとはこちらなんかだとメールを10倍早く書くって書いてるんですけど、返信のメールを書くとか、あとは Twitter や Instagram の投稿を作るとか、ここにもありましたね、YouTube の台本を作るとかってこともできますし、セールスの文章や広告コピーを作るといった、あらゆる文章を作る、その手間を大幅に省略することはできるんですね。では、えー、実際に使っていきましょう。使い方は簡単ですね。まずはインストールをします。このボアラは、 私が今使っている Google Chrome やあとは Microsoft Edge、Firefox などのブラウザに対応しています。それぞれのブラウザに対応するものをインストールします。私の場合は Chrome を使っているので Chrome の拡張機能としてインストールをしていますで。使い方としては難しいことは一切ありません。特定のページを開いて Ctrl と M ボタンを同時押しするとポップアップウィンドウが立ち上がります。これが Voara の えー、使う画面ですねこちら自由に移動させることはできるんですけどもまずこちらでチャット GPT に関するツイートを日本語で作ってってことをリクエストしますねそしてエンターボタンを押すと自動的にこうやって文章を作ってくれるんですよでこれをコピーしてそのまま使うことできますよねもうこのページ上で移動することなくここに貼り付けてそのままツイートすることもできます非常に便利ですよねでこの他にもいろいろ使えますね 例えば特徴的なもので言うと Gmail なんかだとメールの返信文を自動で書くことができるんですよ。こちら私が作ったサンプルメールなんですけども、えー、打ち合わせに関するメールですよね。例えばこの下をご覧いただきたいんですが、こちらボアラのアイコンが表示されてますね。こちらを押します。で、ここでですね、打ち合わせのメール。やばい話の件について打ち合わせをお願いしたいのですが、えー、いつがいいですかっていうことですね。例えば 9月4日でよろしくっていうことを、まあ、簡単に書くとですね、自動的にビジネス向けのメールを生成してくれるんですよ。はい、こんな感じですごく便利ですよね。はい、どうですか。もうこれ、そのまま使うことできますよね。これをそのまま、えー、挿入することができます。こちらのボタンを押すと、自動的に入力されましたね。便利ですよね。10倍早くメールをかけるっていうのはだてじゃないですよね。 時間かけずに効率的にメールを作成して返信することはできるんですよね。ワンクリックするだけです。例えばメールの返信文だけじゃなくて、自分が何か相手に送るメールをあるときでも、ここで、ボアラを使ってメールを書くことができるんです。 来週一緒に飲みに行きませんかみたいなことを、えー、書くとしますよね。そうすると自動的に件名と内容を書いてくれるんですね。先日のランチ会話がとても楽しかったですね。来週一緒に飲みに行きませんか仕事のストレスを解消しリラックスするいい機会です、えー。ぜひ一緒に素敵な時間を過ごしましょう。よろしくお願いしますと。で、こままそのまま挿入できますよね。こんな感じで。どうですかねはい。便利ですよね。本当に便利だと思います。でもちろんこれはメールだけじゃなくて、 先ほどご覧いただいたように Twitter のツイートも作ることができますし Instagram や Facebook や YouTubeYouTube なんか台本も作ることはできるんですよねあとはブログも書くことができます例えば自分のブログ記事を書くことにも使えるんですねこちら私の WordPress のサイトブログなんですけどもこちらですねコントロールと M ボタンを同時押してボアラのポップアップウィンドウを開きますでこちらの項目から、えー、ブログの記事を選んでいただいて チャット GPT に関するブログの記事を日本語で書いてってことを指示すると、この内容で自動的にブログの文章を書いてくれます。まずブログのタイトルですね。そしてイントロダクション、冒頭文ですね。そしてチャット GPT とは何かという見出しの部分を作成されました。そして見出しの2つ目、チャット GPT の機能ということで。主な機能はいかがありますトン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 という風に出てますね、えー。こんな感じで。どんどんと文章が最後まで生成されてますね。しかも割と よくないですか文章の品質としても読める文章ですし見出しとしても悪くないですよね何よりも最後までしっかりと文章は生成されてますね途中で途切れることなく最後までこれをそのままコピーしてここにこのまま貼り付けるってこともできるわけですねそうするとあとはもう自動的にこんな感じでブログも書けるわけですよね便利ですよねすごくどうですかねはいあとはまあちょっと手直しをしたりとか改行を加えたりとかっていう こととはすするる必要あると思うんですけども基本的にはもうこれだけでかなり良くないかなっていうふうに思うんですすごくいいですよね、まあ、ブログの記事を作ることもできますしブログの冒頭文や見出しや各パラグラフもうまく書けてますよねコントロール M で開くと、まあ、こんな感じでたくさんテンプレートもありますからね自分が書きたい文章にも対応してますでもちろんこういったちょっと英語は分かりにくいよって方もいると思うんですよその場合は日本語で指示をすることができます そうするとこんな感じで日本語でアウトプットされるわけですよね気に入らなければ再生成することもできます作り直すこともできるんですねこんな感じででここまで見てチャット GPT でよくないかとフォアラーを使うよりもチャット GPT 使った方がいいんじゃないのって素直に思った方もいると思うんですよねただチャット GPT っていうのは何が困るのかというと確かに便利なんですよ私もチャット GPT に課金して使っているんですが確かに便利です ただ毎回ページすするのが面倒ですよね。例えば文章を作りたい文章をこちらで作ってコピーしてまた別のページに移動して貼り付けてとか例えばメールを作るにしても、えー、こういった文章メールがもらったからこれをコピーしてここに貼り付けてこれに対する返信文を書いてくださいってう。 返信文を作っっててててままたたたそれをコピーしてまた戻って貼り付けて送るみたいな結構手間ですよね。だから、このコピーして貼り付ける手間もあるわけですよ。何よりこのボアラは何がいいかというと、ページを移動せずに文章を作成できるので、使い方がかなり違いますね。このボアラは Web 上のすべてのページ上で動作します。こちらの Gmail もそうですし、えー、Twitter や Instagram、まあ、その他マイナーなサイトや自分の WordPress サイト、まあ、あらゆるページ上で使うことができるので、 どこでもボアラがあなたの日常の文章を作るサポートをしてくれるわけですねそれから地味に役立つ機能としてご紹介をしたいんですが音声入力機能っていうのがあるんですね例えばこちらコントロール M を押してちょっと右下ご覧いただけますかボイスインプットっていう項目ありますね音声入力ということですこれを押すと音声入力することができますシンギュラリティのブログを書くので最高にバズる記事タイトルを日本語で作ってくださいというふうに音声入力することもできます あとはエンターを押すとそのままこんな感じでえアウトプットをしてくれるわけですね。だからもうキーボード入力するの面倒くさいよという方は音声入力も使うこともできるわけですよね。であとは各設定も自由にできます。こちらを押すとこんな感じでえーテーマのカラーですね。テーマのカラー。テーマのカラーっていうのはこうやって CtrlM で開いた時の今 ライドモード、明るいモードにしてるんですが、これを暗くすることもできます。こちら暗くすることもできるんですね。あとはアウトプットする言語であったりとか、まあ、各種設定をすることはできるわけですね。あとは、もし英語を使わない方は、ここに表示されるテンプレートが邪魔だと思うんですね。こういったもの。もし邪魔な場合は、こちら、えー、プロンプトのおすすめを非表示にすると、はい、えー、こういった各テンプレート、プロンプトが消えましたね。こんな感じに、かなりカスタマイズすることもできます。非常に便利ですね。ちなみにこの、 ボアラに関して、えー、心配の方もいると思うんです。えー、プライバシーは大丈夫なのかって、安心なのかってで、このボアラに関する説明に関しては下に書いてあって、プライバシーに関する説明ですね。ボアラに関してはプライバシーを尊重するということで、コンテンツや AI の会話は私たちのサーバーに、えー、保存されず、AI の訓練には使用されませんと書いてますので、えー、こういった点で安心できるんじゃないかなと思います。そしてこちらのボアラに関してなんですけども、料金体系として、 このようになってます料金こちらですね。ボアラのプレミアムは通常月額8ドルかかります。で、1年間加入した場合は、えー、96ドルで、日本円に換算すると今のレートで1万3800円ほどかかりますね、1年間でもちろんあのそれを支払うだけの価値はあると思うんですよね。ただ さらにお得な情報として、現在、ボアラはアップスーモというサイトで29ドル1回払いで入手することができるんです。29ドルは今のレートだと4000円弱ですね。4000円ぐらいですね。で、これちょっと画像を作って画面に貼っておこうと思うんですけども、これ5年使うと仮定してください。ボアラを購入して5年使うと仮定した場合、例えば、 こちら毎月8ドル1年間で96ドルを払う場合1年間で1万3800円で5年間でたい6万9000円ぐらいですよね毎年毎年かかるわけなのでただ今回アップスームでこちらを購入すると1回4000円弱を払うだけです追加費用なしで5年後も使い続けることができるわけですねこれかなり便利ですしお得ですよね でこちらのボアラに関しては、えー、こちらご覧いただきたいんですがライセンスのティア1とティア2のプラン2つが用意されていますティア1はなんと29ドルですね4000円ほどで1回払いです毎月毎月お金を払う必要はないです、はい、でこれを購入した場合は1ヶ月間で2000回リクエスト、まあ、2000回文章を 生成するることとできると考えてください、はい、そして、えー、自動的に AI モデルが選択されるということで自分が文章を生成するときはこのボアラが自動的に GPT3.5 もしくは GPT4 のどちらかから選んで文章を生成してくれるということですねこちらのティア2のプランはさらに強力ですね無制限の文章を1ヶ月間で生成できることと加えてさらに自分で AI モデルを選択することができるんですティア1では自動的に ボアラ側が AI モデルを選択してきました GPT3.5 が GPT4 かっていうことを選択してきたんですけども i e r 2になるとあなたがご自身で AI モデルを選択できますより高品質な文章を書きたいんだったら GPT4 を選ぶこともできますしこういった感じで、えー、より強力なのがティア2ですねでどちらにしてもやはり今お得ですねこちらの料金プランと比較をした場合でもかなりお得かと思いますこちらティア2に当たるのがこちらのアルティメットプランですよね月額無制限と 自分で AI をのモデルを選択できるという機能があるので、どちらを選ぶにしても、やはりアップスで今購入しておいた方がお得ですね。で、私も YouTube で紹介するツールは結構厳選してご紹介してます。あの、カッティブとか、えー、チャットベースとか、さまざま紹介してきました。ヘグゾファイとか、結構厳選して紹介をしているんですね。せっかくご覧いただいている方に無駄なお金を使ってほしくないので、えー、結構厳選をしているんですが、今回このボアラというのは、 忙しい記号家やマーケーターの方は持っておいて損はないんじゃないかなと思います。で、カッティブをお使いの方もですね、えー、日常業務で使うというのとまた話は別だと思うんですよね。メールを作成したりとか、ツイッターのツイートを作るときでは、やはりカッティブで作るよりも、ボアラを使って作る方がより効率的ですよね。だからブログを作るのはカッティブで、メールを作ったりするのはボアラっていうふうに、使い分けると非常に便利なのかなと。日常の生産性がぐんと上がるというふうに思いますね。で、私も実際に今、もう購入して使ってますね。 使ってまますすので、えー、おすすめしますでちょっと紹介して非常に申し訳ないところっていうのはあと6日6日間しか販売されないので今これ動画をいつご覧になってるかわからないんですけどももし販売終了していたらすいませんあと6日間販売していますので売り切れたらもう今後この価格で購入することはできないことは前もってご了承いただければ幸いですあと6日間ですね、はい、ということで今回はボアラについて 解説、紹介をいたしました。で、ボアラと似たツールで、ベースリガーズというツールもあるんですね。これもですね、Google 拡張機能で、メールの返信文などを AI で作れるっていうツールなんです。私も昨日購入して、実際にレビューをしているんですが、非常にこちらもおすすめなんですよ。おすすめなんですが、やっぱりですね、こちらのボアラの方が、やっぱり使いやすいし、 用途としていろんなことに使えるっていう点があるので機能としては似ているものがアップするのにいくつもあるんですが個人的にはボアラを使っておいて損はないんじゃないかなっていうふうに思いますはい私も結構これと似たようなツールはいろいろと使ってるんですがやっぱりこの価格でこの機能が使えるのは他にはないですね今のところなのでもしどうしようかなって迷っているんだったらティア1でもいいと思うんですティア1でもいいと思うので買っておいて損はないんじゃないかなと思います はいということで、えー、今回、ボアラについて紹介しました。もし何か質問がありましたら、えー、ぜひですね、あと6日間のうちにご質問いただければ幸いです、えー。質問いただければ回答いたしますので、ぜひお気軽にお寄せください。では、失礼いたします。